やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。今回、総数400件ぐらい来た。いつもの、あれだと、200、300ぐらいなんだけど、VTuber 関連でしてしまった丸々な話で募集しました。マシュマロ。まあ、ゆったり行きましょう。やってしまった話ではないのですが、好きだった VTuber が引退した後、顔出し歌い手になり、その後ホストになりました。先月の売上は1000万超えだったそうです。歌ちゃん面白かったくださいよ。VTuber はホストの訓練場なのかもしれない。鍛えられるのかもな。そういう感性が。はい。下さんこんにちは。私のうちの VTuber についての話です。私の推しは、もともと顔出しをしていない配信者で、転生して VTuber になりました。私はネトスト壁があり、彼についてもいろいろ調べていました。彼がもともと3次元メインで活動していた時、投稿された実写の写真や友好関係などを調べていく中、あることに気がつきました。それは彼が裏垢男子として別の Twitter アカウントで活動していたことです。そこには彼のあらゆる男性とのエドすぎる行為の動画が大量に投稿されており、興奮せざるを得ませんでした。VTuber の彼は一切そのような話をしていなかったので、とても驚きました。ここからの質問です。伏せていましたが、私は男で、彼と同じくそっちの趣味があります。彼は裏垢で、現在も相手を募集していて、VTuber の彼と、彼のファンということを隠した上で応募してもいいでしょうか？いいです。いいでしょ、それは。別にもう質問することでもないと思うよ。言ってしまえ、それは。もし会えたとしても、ファンであることを隠します。お人、本当の意味で繋がるチャンスだと思ってます。間違いない。繋がるチャンスだな。DM で繋がるとか、ディスコードで繋がるとか、ちょっとベクトルの違う繋がるを君は体感できるチャンスを持ってるわけだから、行かないわけにはいかないでしょ。行くしかなくない？だって、この話をしてて今、損する人いないじゃん。お前がなんか変なことしなければ。あっちは相手が見つかって、こっちは推しと繋がれる。ほら、あなた行くべきでしょう。間違いなく。はい、次！中学校の自己紹介で、俺、〇〇っていう VTuber のファンでコメントでも認知されてまーすってやりました。高校で別のとこに行き、事なきを得ました。でも、VTuber ってリプの数とかリツイートの数尋常じゃないから、その中のリプの中からリプ返してもらうとかってすげえ嬉しいことなのか。これなんかマウント取りたくなる人ってのは結構いたね。はい、次。昔ニコ動、ユースト。いや、久々に聞いたわ、ユースト。ユーストで活動しており、一度引退した後に、現在 VTuber で活動している方がいるのですが、何を隠そう？引退に追い込んだのは私です。その人、A さんとしますということで、ユーストで活動していた、リスナーとなんかゲームがしたいと言い出し、ペーパーマンという FPS を始め、これ何歳なの、この人。A さんがクランを作り、配信会で毎日のようにその中の身内戦だけやるようになっていました。クランには数十人しか枠がなかったのですが、当時暇をした自分は見事にその枠に滑り込み、大好きな A さんや他のファンの方と毎日のように身内戦を楽しんでいました。ある時、転機が訪れました。A さんはクランメンバーの中でも仲のいい人とスカイプを通し、連絡を取るようになりました。私は A さんにガチ恋しつつも、あえて素っ気ない態度を取ることにより、A さんの休養を聞くことに成功し、私もスカイプのやり取りをできるようになりましたと、ふとした時に私は A さんのアカウント名はわかるんだから、もしパスワード当てられたら A さんと誰がどんな会話をしてるのか、見れるんじゃないかという思考に至りました。まず適当に A さんの活動名をそのままパスワードに入れてみたところ、これが一発で大当たりA さんのスカイプアカウントのログインに成功してしまったんです。私は、会話ログをたどり、端から端まで読み漁り、そこで驚愕の事実を知りました。長くなったので一度切ります。配信に取り上げていただけたなら需要ありと見なし、後編をお届けします。ちょっと待ってくれ！おい！気になる！何その切り方！ファンティアじゃん！ねえ、やめてよ！その商法！ずるいって気になる！うますぎるだろ、ここで切ったの。気になります！この動画を見たんだったら、この続きを送ってください。何これ？
私には推しがいます。その方に自分が一人暮らしで働いている中で、生活費、電気代、家賃もろもろ必要なのを、払い、残った給料を毎日2食のご飯分、あとは自分の身だしなみを整えるために必要なの以外、全部推しに貢いでおります。気づいたら推しに10万以上使っており、もしかしたらこれ使い方がおかしいのか。ちなみに、いわゆる、夢女子、リア子などではありません。推し様は不破くんで。罪深いね、ふわっち。夢女子って何？ここら辺がわかんないんだけど。リア子ってのは、あれでしょ？ガチ恋勢のことでしょ？これ何？これ。自分と相手の恋愛を妄想する系。まあガチ恋一個手前みたいな。まあでも、推しにお金を払うことっていうのが悪いこととは俺は思わないな。それは。あなたのお金の使い方は自由ではあるからね。しかもなんか、借金までしてとかじゃないじゃん。君がなんかもう、ギリギリ生きれるレベルに自分にお金を使ってその残りをあげてるわけだからね。私は VTuber をよく見てるのですが、前世を調べずにはいられません。前世で活動内容、顔を何なら炎上してるのも全部調べてます。裏ではこんな顔で話してるんだろうなと思いながら配信を見るのが、いけないことをしてる感覚がして好きってことで、これもすごい良かったです。VTuber 関連で何にゃ丸々してることなんで、まあ前世を調べるとか、その人が裏で何をしてるっていうのを調べる人がバカ多い。好きになったら調べたくなるよ。そういうもんなの。そういうもんなんだ。だからなんか VTuber の名前とかで Google 検索すると、前世とかさ、顔とか一番上に出てくるもんな。お前らやっぱ気になるんだね。逆にね、はい、VTuber の方々は気をつけましょう。掘り出されますよ。一番気になるコンテンツっぽいわ。VTuber が普段してる配信よりも多分気になってるから、VTuber のファンって。俺、めっちゃ金眼だけど、トロワちゃんの配信見るときだけは裸眼で見てる。なんか目にいい気がする。ね、正解なんだよね。気がするじゃないんだよね。これ人間の毒素が全て抜け落ちていくから。どんどん治っていくよ。どんな重い病も。次。スタミさん、こんにちは、スタミさん。私は20歳の大学生なんですが、Twitch の底辺 VTuber のファウンダーバッジをゲットすること。ファウンダーバッジ？見たこともコメントしたことない人でもファウンダーバッジがもらえるならすぐサブスクしてしまいます。視聴者10人ぐらいしかいない人で収益化している人はファウンダーバッジが取れることが多いです。サブスクをするとファウンダーバッジがもらえる人なのであまりサブスクされた経験もなくすごく感謝されるので、スタンミさんにサブスクするよりも心が躍動し浮かれるばかりです。ふざけんなよ。俺にサブスクしろ、お前。しかし今まで見てもいないのでサブスクしてもその人自体には興味がなく面白くなく、モデルの出来も悪いことが多いので、その後配信を見ることはほぼないです。しかしサブスクライブが切れるとファウンダーバッジが見れなくなってしまうのでサブスクライブギフト小じきになり10窓などして誰かの、枠でサブスクしてくれないかゲームをしたりスパイギアさんの配信を見て暇つぶしをしたりしています。今ではサブスクしてるのが2人でサブスクギフトをもらってる人が20人になっています。一番見てるはずのスパイギアさんのサブスクはもらえていないんです。スパイギアさんのサブスクライブもらえませんか？代わりにファウンダーバッジもらえる人のサブスクライブは、送ります。ちなみにスタミさんのサブスクはしています。スタミさんはどう思いますか？どう思いますか？まずお前ギアさんにサブスクライブすれば。まず。なんで一番人気で、一番配信見てるギアさんのサブスクライブ、ギフトで狙ってんの？バカな、お前。さっきまでのさ、なんかその、10人ぐらいのさ、配信者のところに張り付いてギフトもらうっていうのは、まあギリわからんけどわかると言えるけど、ギアさんのギフト狙いに行くなよ。感謝のサブスクライブしろ、お前は。まあ、でも俺のことを好いてくれてんだな、お前は。ありがとうな。サブスクライブをしてくれてるってことは。ファウンダーバッジ。まあ、でも俺これ前やってたよな。なんかそのさ、ロル配信してる人で、視聴者数一人の人とかにレイドしてさ、みんなで反応見てたりしてたよな。それと同じだと思うわ。次！VTuber の推しのことが大好きだけど、ガチ恋というか、
施されないために、施しであってる。これ、ほだされないか。常にここに愛憎を済ますべく好き嫌いを見に行く。それで、好きだけど、付き合いたくないし、結婚したくないって暗示をかける。チャンスあるなし関係なく、そうでもして自分の意思でこいつを遠ざけないと生活の中心にして精神の軸にしそうだし。同担を等しく推しにとってのうぞうむぞうとして認識できなくなりそうだから許してほしい。気持ち悪いな。もう沼ってるじゃん。もうこの考えになってる時点でお前はその VTuber のもう完全どっぷりいってるからね。でもすごいね。もう同担の人たちにあれだ、嫉妬しちゃうんだね。こいつはこういうファンで、こいつはなんかたまにリップもらってる数が多くて、なんかコメントなんかこいつはなんか赤スパチャよく投げてるから認識されてそうだな、うぜーとかなりそうなんだろうね。そうなる自分が嫌だから、まあ今の距離感を保ちたいってことだよな。まあでも十分こじらしてるんで危ないですよ、あなたは。次。推しの本体の幻影を追い求めて、出身高校を3択くらいまで絞ったことがある。前世は割れしてるかつ、出身地と年齢と男子校ってことが分かっているから、当時の時点で男子校だった学校を調べた。そこから放課後〇〇行った、過去ターミナル駅ではあるの話や、ご当地性の強い言葉でその県内の位置を推察して、当時の偏差値と彼の今の学力レベル、過去大体 V は学力テストみたいなことをするを照らし合わせて、上振れ、普通安牌の3択まで出したということを友人に話したら、友人の推しは出身校と現在おおよそ住んでいる場所の地域のめどを立てていたらしい。ルイとも。ストーカーはストーカーをやべ。まあストーカーの周りにはストーカーしかいねえ。マジで VTuber 気をつけろ、ほんとね。いや、VTuber ほんとこれ、俺のこの配信と動画を見たら気をつけろって思うだろうね。緩みかけてる、この気持ちを引き締めないと、持ってかれるぞ、ファンに。次。当時お出た V の YouTube ライブのコメント欄で長文コメントをするためだけに大学中退したことがある。どういうこと？ちゃんとした文章をメモ帳にまとめるときに時間を要するから大学中退したってこと？どれだけ長いんだよ、お前の長文コメントは。六本木とか西麻布で僕、ご飯食べてるときに店内に、VTuber がいないか聞き耳立ててます。気をつけてー、マジで VTuber。気をつけろー、本当に俺の配信とこの動画を見て、これ動画化されると思うから。再確認して自分の行動を。気をつけろ、マジで持ってかれるぞ。悪魔いる。一時期無名の個人 V のスプラ参加型配信で暴れてストレスを発散してたのですが、その時ある一人の V に、少しだけ気に入られたんです。そこで僕は人の行動を全肯定したら、どんな風に成長するんだかという遊びをしてみました。配信に頻繁に顔を出し、あらゆる意見を肯定しているうちにだんだんと V と仲良くなることができました。通話しながらスプラをすることが何度かあり、なんならその人の配信にお邪魔することすらありました。その間も、V の人がどんな間違ったことを言ったとしても肯定し続けました。結果、その V は自分の思考が全て正しい。そぐない奴は全員トロールと言いつける暴言者になりました。それから、V は他の V とコラボしてもスイカだけで係りが終わり、配信しても仲間に切れ散らかして病んでる姿しか見れなくなりました。これが僕の VTuber に関して、関連でしてしまった興味本位へ一人の性格をねじ曲げてしまったかもしれない話です。化け物を作ってしまったな。でも化け物だけどな。いや、最初のここおもろいわ。一時期無名の個人 V のスプラ参加大会配信で暴れてストレスを発散してたんですか。はい、まあまあそこまではギリ分かるとしよう。で、その一回で、ある一人の VTuber に少しだけ気に入られてるんです。あ、一回だからほんと少しだよ。この少し気に入られたってだけで、うん？こいつの行動全肯定したら、どんな風にこいつで成長するのかな？サイコパスすぎる。
やばすぎる。考え方悪魔すぎる。一番悪魔のお前だよ。暴言中の VTuber の声よりも悪魔だわ。最低だな、ガチで。あ、これは希望につながる話かもしれない。じゃん。VTuber をやっているものです。いつも配信に来てくれて、コメント、スパチャもしてくれる視聴者さんにガチ恋をしてしまいました。いつも優しく、詮索や、私の嫌がるようなコメントを一切せず、いい距離感を保ってくれる彼に惹かれました。そんな彼のことが気になりすぎて、最近はネットストーカーになってます。だって、さっきのやつ説。あははははははは。お前騙されてるぞ。お前騙されてるぞ。お前悪魔に遊ばれてるだけだからな。気をつけろ。ここで回収するのか。その人スプラトゥーンで無双してませんでしたか。ちょっと確認してみてください。まあ、理解ができてないな。どういうことだ。自分はとある VTuber が練った納豆が食べたくて VTuber になりました。とある VTuber の動画の企画で納豆を練っていました。その動画で彼女は、納豆を最も美味しく食べれるように作る方法を公開していました。動画の内容としては納豆嫌いな人、私が練った納豆なら美味しく食べれるのではという企画です。彼女は自身が練った、納豆が世界で一番美味しいと思ってます。自分自身納豆は健康のため食べるだけで、好きな食べ物ではありませんでした。しかし彼女の言う通り、ね、納豆を練ってみると、とても美味しく感動してしまいました。自分の中で納豆革命が起きました。業務スーパーで、3パック45円の納豆が最高の食べ物になりました。納豆最強。彼女が練った納豆がどうしても食べたくなってしまい、少しでもお近づきするために VTuber になりました。自分の目標は YouTube の収益化でもなく、チャンネル10万人でもなく、彼女から納得されることです。納豆が食べたくて VTuber になったやつ他にいるか。てかこれストーカーですかね。これ初めて。これ何、これ、お前が作った造語、納得。世の中でこれ使ってんのお前だけだよ。これいいんじゃない。別に納豆食べたいだけでしょ。ストーカーでもないと思うな、別に。例えばなんか、俺とロルがしたいから配信者になって、レート上げましたとかもいるしさ。それと同じやん。これは全然なんのあれでもないと思う。いい話でしょ。その VTuber のこの納豆の話がとんでもなく刺さった男の物語。VTuber の雑談はここまで人を動かしてしまうという例ですね。まあ、ただ一つだけ言うのは気持ちが悪いかな。それだけ。ぐらいかな。今回結構あったでしょ。投稿ありがとうございました。皆さん。今回ちょっとあれだったね。ネームドプレイヤーがたくさんいたね。なかなか濃かった。